何してん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 の。いや、あかんやん、こんな勝手に。はい、皆さんこんにちは、タケです。あれ、俺の衣装は、あ、何してんの。いや、あかんやん、こんな勝手に。これ俺の衣装やから。てか何黙ってんの。いや、あかんて、なってもう、ええわ、もう、着替えてきてやろう。とにかく、頼むわ、お前。はい、ということで、改めまして、タケです。冒頭、お見苦しいところをお見せしまして、申し訳ございません。てか、誰自分、あれやで、なんか、自分、勝手に俺の衣装着たやん。だからもう、名前も、タケコラ。女の子やから、もう、タケコラ、もう決まり。はい、ということで、弟子ですね。タケコ、レギュラー、一人目ということですね。はい。ですね、タケコさんはですね、弟子志願ということで、インスタグラムか、のメッセージの方で直接連絡ありまして、どうしてもあの衣装が着たいと、絵が描きたいと。ということで、まあ、今日から参加してもらうんですけど、まあ、実に彼女は面白い。うん。まあ、絵の方はね、まだ見たことないんですけども、まあ、才能はあるみたいなんで、弟子はですね、今まで何人も見てきましたが、すべて巣立っていきました。ということで、今回、新たに、一弟子として準レギュラーとして彼女に、タケコさんに出演してもらうことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、頭は下げへんわ。なんで自分だけ女優ミラー使って、もしはい、ということで、タケコさんに自己紹介お願いします。いや、自己紹介自己紹介嫌な。あ、そうなんや。自己紹介嫌。ああ、どうしよう、聞こうか。 OK。 うん、まずはと性別を聞いてなかった。タケコって言ったけど性別聞いてない、まだ。うん、男じゃないよね。うん、ユーハーじゃないのね。うん、女の子。はい、女の子。はい。てかさ、初見から思ってるけど、クロムハーツ来てるけど、ヤンキー？また。うん、ヤンキーちゃう。うん、ブルーのグラデーションで、そんな黒マスクで、韓流スターのマネかなんか。うっ、もう、
メンヘラ？わかった。最高。じゃあタックさん、質問していくわ。好きな色は？あ、喋りたくないでな。黒。青。ゴールド。見たままや。笑え。何言っても笑えへん。うん。じゃあ、次、食べ物。まあ、女性やったら、まずは、犬か猫。やっぱり。まあ、パスタ。当たりや。まあ、当たりはや、女性やわ。ケーキ。定番やん。タピオカ。なんでやタピオカ好きやろ、普通。ちゃうん。タピオカ嫌いになるやん。なんでな。まあ、ええわ。タピオカ嫌いなんやな。虫。ずっと虫やな、自分。じゃあ、好きな映画。もう分かるで。俺分かる。分かってる。当てようか。羊たちの沈黙。やろ？思うて。ハンニバル。イエーイ。ハンニバルシリーズ全部好き。な。最高。質問の方はこの辺で終わりたいと思います。胸もねかなりどつかれて痛いんで、ちょっと骨がバキバキ音がします。ちょっと病院行きます。はい、ということで今日はこれで終わりになりますが、次回はですね、タケコさんの実力をちょっと見たいんで、一緒に作品を作っていこうと思います。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。あと、SNS のフォローもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye! いや、てか、挨拶ぐらいせえよ、最後への。なんで？すっかい。バイバイ。じゃあまたね。